はい、それでは、またしても知らずアート作品になりますが、この事故物件をやっていきたいと思います。なんかすでに気持ち悪い人たちがこっちを見てますね。うん。じゃあ早速やっていきますか。はい。ちょっとさっき、ちょっとだけやってみて、設定は多分こんな感じでいいかなって気がします。はい。じゃあ行きましょう。急に家に来いって、なんでかな？どうやら、主人公は、なんか友達かなんかに、家に呼ばれたみたいですね。この、ど深夜に。はい。ま、多分、この明るい方へ進んでいけば、良さそうな気が。ただこのね、そうそう、ここになんかね、小銭が落ちてるんですよ。多分ね、これお金集めていって、ここの自販機これ、かなって気がしますね。まあいいや。うん。暗いところは本当に暗いからな、このゲーム。この道で合ってるのかな？まあ、メッセージが出るってことは合ってるんでしょうね。まあ、この辺なんか、ね、行けそうだよね、こっち。まあいいや。なんか、なんで？何にやられたんだ、この猫。何にやられたの？あそこっぽいな。あの、タイトル画面に出てましたよね、この建物。ってことは、こっちが、その、噂の事故物件かな？ん？何？あ、これ魚か。腐ってんのかな。それも、先に家に入っててって言われたけど、あいつバイトでもしてたっけ？先に家に入っててってどういうことだろう。鍵開けてんのか？どこだろうな。まあ、大体事故物件っつったらね、アパートだったら2階だよね。2階の角部屋が怪しいんじゃないかなって気がしますね。まあ、1階から順次見ていくか。ん？気持ち悪っ。カエルの植木鉢ですね。いや、これさ、夜中これあったら怖いよね、結構。車が1台止まってるな。ん？ここだけなんか、ガチャって言わない。なんだろう。これって。ん？おばさんの車だよ、ね。どこ向いて喋ってんだ？これのこと？おばさん、おばさんって？鍵がかかってる。鍵を探せってことか。あ、なんかあそこにあるね。祠っぽいのがある。ん？祈る？ん？ちょっと待って。これ、選択肢ってどうやって？あ、W と S か。なるほどね。祈っとくか。ん？なんだ？電気がついてる部屋があるってことは、あれかな？私が目指す場所は。その友達の住んでる部屋ってのは。ここは真っ暗だけど、雰囲気的にはここなんか管理人室って感じだよね。まあいいか。多分電気がついてた部屋が、ってことはここかな？ノックするか。まあ、でも先に吐いててってことはいないんでしょ、きっと。すみませーん。いないんだよね。めっちゃガチャガチャすんじゃん。怪しまれんぞ。どっからか入れないかな。ここ吐いてるけどな。どこから入れそうって言ってたっけ。なんだな、ちょっと待って。あー、忘れちゃった。なんか一瞬声が被ったんだけど。ん？なんか被ったよね、今声は。わからん。
鍵があるんだな。多分こういう植木鉢と。あ、思い出した。なんだ。植木鉢の下にあるって言ってたんだった。なんかメッセージが2回出たけど、うん。まあ、こういうとこだよね、きっと。あ、これか。はいはいはい。OK。じゃあこれで、開けられますと。え、すげえ綺麗じゃん。外観からは想像もできないくらい綺麗なんだけど、この部屋。ここは開かない。開かない？開かない部屋ってどういうことだろう？え、なんか、サイレントヒル4かな？壁に穴が開いてる。これなんだろう？ん？何かが詰まってる？ああ、なんか、じゃあ、細長いもんで書き出してやるってことかな？え、うん、広っ。いや、すごくいいところじゃん。それはドアを開けた瞬間に言えよ。うん。40度、これ湯沸かし器かな？これさすがに空調ではないよね。40度は、気温40度ってサウナじゃないんだからね。電気は消せない。うん。飲みかけのコーヒーとドーナツ。相変わらずだな。あ、これ、ちょっと待って、これ相変わらずこのホタテのクッションとかあるよね。お帰りにもあったよね、これ。だからこの世界の住人はこういうのが好きなんだな。うん。で、他になんか触れるもんないかな。てか、飲みかけのコーヒーがこんだけあるって。これコーヒー入れたことを忘れた感じですね。ここに置くなよ、ドーナツ。ま、さすがに気づかずに座ることはないと思うけどね。うん。あ、時計。この時計止まってる。止まってるんだ。2時53分ぐらいかな。時計が止まってるってのは妙だよね。人が住んでんのにさ。あれ？このノート破れてるけど。なんか開いた。どうしたんだろう。今なんか開いたよ。探したら見つかるかな。なんで探そうと思うんだよ。まあでも、破れたページかなんかを7つ集めればいいのかな。うん。あ？あー、これは多分、ここに使うんだろうな。なんかでもこれ天井になんかこう屋根裏とかそういうところ開けるもんじゃないよね、さすがに。なんかあったりする？ないか。まあ多分この壁の穴に使うんだろう。うん。ああ、これがそのページかな？まだなんか触れるね、ここ。覗く？え？隣の部屋だよね、きっと。覗い、うん。あ、一応ある程度、視界は、こうやって、動かせるんだな。はいはい。これよくあるのはさ、こう壁から、こう隣の部屋覗いたら、なんか真っ赤だったっていうね。で、隣の家の人ってどんな人ですかって言ったら、病気で目が赤い人が住んでますよ、みたいな。ここかな？あ、やっぱり。ここが開いたんだ。風呂場。風呂場にノートなんかないでしょう。あ？いやいやいや、ここにノートがあったらさ、もう読めねえよ、きっと。あんのかい？あんのかい？いや、これはもう読めないでしょ。あ、これ、一個持ってたらもう拾えないのか？じゃあこれ一個見つけたらもうここに戻ってこいってことかな？はい、4月4日。あー、これがその、主人公を家に招待した友達の日記かなんかかな？
やっとで引っ越しが終わった。初めての一人暮らし、とっても楽しみだ。これで俺は自由だ。乾博士かよ。母さんが言うには家賃がとても安いらしい。それも学生の一人暮らしとは思えない広さで、転校もしなくていい場所なんて神がかってるな。高校生かな。あまり高校生で学生って言わない気もするけど、まあ、転校って言ってしかも一人暮らしだったらまあ高校生ぐらいかな。こんなとこ見つけられたなんて、母さんラッキーガールかよ。なんか言い回しが古いな。今日は引っ越し祝いに母さんと父さんと三人で外食したけど、二人ともずっと笑ってたな。やっぱ俺は母さん父さんの笑顔が好きだな。母さんと父さんは俺の家に一週間だけいるって言ってた。俺は全然一人でやっていけるのに二人とも心配性だな。そんなに心配しなくても大丈夫なのに。まあ、家賃がめっちゃ安くって、で、しかも外観に似つかわしくないこの綺麗さ、広さ。まあ、怪しいっすよね。もしかしたらこの、ご両親は、事故物件っていうか、そういうなんか、話があるのを知ってたんじゃないかな。だから、こう、最初一週間だけは、いようっていうことになったのかな？うん。まあ、多分これでいいんだろうな。うん。で、これを繰り返して、7つ集めろってことか。はいはい。で、さっきの風呂場のやつ。いやもうこれ読めねえよ、絶対。これはもう無理だよ。うん。乾かしてどうにかなんのか？なんかそこにドライヤーがあった気がするけど。いや、ドライヤーでどうにかできんのかよ。いやいやいや。これ乾かした時に広げたよね、絶対。広げたものをわざわざもう一回丸めたってことだよね。うん、必ずこのページは丸めて持っていきたいんだな、この子は。よいしょ。ああ、次の日の日記か。引っ越しの片付けに追われた一日だった。もともと荷物は少ないとはいえ、片付けるのは一苦労だ。父さんと母さんにも手伝ってもらったから、思ったより早く片付いてよかった。父さんはこの家をひどく気に入ったみたいで、一週間と言わず、もう少しいようかな、なんて言い出した。俺の家なんだからやめてくれよ。いや、いてもらった方がいいんじゃない？うん。今日はオーナーが挨拶に来てくれた。なんだかとても疲れたような顔をしてたけど大丈夫なのか？このアパートを借りたことを泣きながら感謝してたけど、こんないい部屋、こっちの方が感謝だ。最後小さな声で、本当に申し訳ない。オーナーはじゃあ知ってるんだな、絶対。ここに住んだ人がなんかどうにかなっちゃうってのは知ってるんだな、きっと。うん。まあでもオーナーもね、こう生活があるからね、家賃収入がなくなったらきっと苦しいんだろう。うん。さて、あとここにはなんかそういう触れそうなもんはないから、これ外ってあんのかな？あ、なんか外に出れるってことは、で、しかもこの10円の件もあるし、外にページがあるっていう可能性もあんのか。あー、なんか開いてんな。この辺は触れない。冷蔵庫も開かない。覗く。うん。なんか人が住んでる気配がないんだよな。あれ？ああ、いけた。一瞬なんか横に視点をずらさないと思ったけど、気のせいだな。うん。こっち、例えばこの洗濯機とか。多分これは、外くせえな。うん。ていうか、ここも気になるよね、これ。これ多分、ここだな。ここが今開かないってことは、
こっから入れってことか。なんか、多分、台かなんかがいるんだろうな。こっちってなんかあるのかな？なんか、ん？これは？あ、こいつページ持ってるわ。カラス？あ、え、どうなんだろう。いや、ここ来る途中にさ、腐った魚があったじゃん。あれかな？あっこまで戻れんのかな？まあ、でもこんだけ歩けるってことは、戻れそうだな。あ、ちょっと待って。ん？なんかある、なんかある。あれ？拾えない。ちょっと待って、拾えない。なんで？ 60 円だ。ん？何？あ、ここにもあんのか。いや、別にそれ、お金入れる必要なくない？ 100 円ってことあと40円もいんの？え？自販機の商品としてページが置いてあるってこと？あ、いけそういけそう。この魚を、さっきのカラスに、あ、いけるわ。よし。うん。じゃあこれで、ん？あれ？なんかすげえ見てんな、おっさん。あ、閉まっちゃった。ちょっと待ってくださいよ。ん？なんかある。あー、10円。おっさん。あんたいいやつだな。でももうちょっと金が欲しかった。40円くれよ。てかこれ、首吊り用のロープに見えるね、これ。首をくくれってか。まあ、とりあえず、この魚。素手で持つなよ、こんな腐った魚をさ。よいしょ。他の部屋は開かないのかな？うん。この郵便受けとかないか。まあ、いいや。はい。OK。よし。じゃあ、これを、持っていきますか。3枚目かな？これで。よいしょ。あー、さっきのやつの次の日か。今日から新学期が始まった。変わり映えのない連中だけど、やっぱあいつらといると楽しいな。俺のアパート見たいって言われたけど、どうしようかな。担任は真島先生だったな。どんな先生だろう。そういえば朝アパートから出た時に近所のおばちゃんらしき人たちが集まってアパートを見ながらひそひそ話してたけど、何だったんだろう。なんかご用ですかって聞いたら何でもないって言ってすぐ立ち去ったけど、誰かに用事があったんじゃないのかな。まあきっともうすぐ君が大変な目に遭うよっていう噂をねしてたんだよ、おばちゃんたちが井戸端会議で。で、ここは開かない。これ覗けんのがなんか気になるんだよな。隣が覗けるってことは、隣になんかあるんじゃないのかな。まあいいや。てかね、ここ来る途中に結構なんかさ、分かれ道っていうかあったじゃん。あっちも行かないといけないんじゃないかな。多分そのページはないかもしんないけど、この小銭が多分落ちてる気がする。てか、この奥って、なんかあんのかな？あ、なんかありそう。あ！あ、これもしかして、そこの車のキーか。これなんか、なんかちょっと見えてるね。
よし。これで開くわけだ。あー、ページか。よし。これで4枚目かな？ってことは、あと3枚だけど、なんかね、このゲーム、エンディングが2つあるみたいで、グッドエンドとバッドエンドがあるらしいんですよね。だから、どっかでそのエンディングが分岐すると思うんですけど、4月7日、今日初めてお隣さんに会った。あの壁の穴の向こうの人か。ドアを開けたら、隣の部屋の3号室に住んでいる人も出てきた。母さんからご近所付き合い大切にしなさいって言われてたから挨拶したんだけど、一瞬大きな目でこっち見て何も言わず行ってしまった。今でもあの大きな奇妙な目が頭から離れない。それにあの歩き方といい顔といい他の人とはなんか違うような。なんて失礼か。いや、そこで違和感を持ったのは正しいんだよ。きっとね。この世の人たちじゃないんだよ、きっと。そんなことより、今日早速席替えをしたら、あのミラーちゃんの隣の席になった。これから学校がますます楽しくなるぞ。今日は朝から父さんやられたんじゃないか、これ。のんきだな、お前。ってことは、確か母さんもいたよね。あれ鏡の場所変わってるよね。こっちにあったよね、鏡って。なんか待って、椅子が。あれドーナツがなくなってるし。飲みかけのコーヒーも。なんかあんの上に。ちょっと待って、なんか、徐々におかしくなってきてんな。しかもちょっと待って。これ鏡に映ってる。扉閉まってるよね。なんか、この世じゃないどっかを映してんな、この鏡。ちょっと待って。もう帰ろうよ。ノートなんかもうどうでもいいよ。帰ろうぜ。っていうかまあ、そこの十字路もなんか全然行ってないしな。あれ？どこ行った？猫？どこ行っ？なんかあそこにいらっしゃるな。私の会社にさ、雨が降った時にね、絶対事務所にこうやって傘を置いて乾かしてる人がいるんですよ。その人を思い出したわ。おい！しけてんな。ビビリゾンだよ。いや、もう30円くれよだったら、他に行くところはないのか。さすがにここは暗いからなんもないか。なんかあったらこう、黄色い目印が出るもんね。こっちは？あ！ははーん。わかった。これだ。これがエンディング分岐だ、きっと。この祠に全部寄ってお参りすれば、グッドエンドとかじゃない？あとなんかあるんだろうな、祠。
今2個回ったよね。3個ぐらいあんのかな。こっち行ける、ひょっとして。あ、ここにもある。祈っとこう。あ、でもどうしよう。どうしようかな。いや、あえて、こう、祠お参りせずに、バッドエンドを狙ってもよかったかもしんないね。うわ。四つ目？これで。どうなんだろう。なんかあるんだな、ほこら。でも、これがエンディング分岐かどうかわかんないんだよね。もしかしたら、これを全部お参りすれば、小銭が出てくるって可能性もあるしさ。まあ、祈ってみるか。あ。来たな。これ、やっぱエンディング分岐だ。ってことは多分、今回は私はもうこれ、グッドエンド確定ですね。これこっちには小銭はないのかな？もしかして。こっち行ったらもうあれだもんね。ここは？暗っ。あー、え？あ、これはお参りしたとこか。これは違うな。まあ、いっか。どうしようかな。これ、セーブがないんでね、バッドエンドをもう一回やろうと思ったら、もう一回最初からやらないといけないんですよね。まあ、いっか。バッドエンドは、これ、皆さんがぜひ、ご自身の目で、確かめていただくっていうことで、まあ、ちょっと今回はね、グッドエンドの方で、行きたいと思います。あれ、光線にはじゃあ、こっちか。こっち行ってないか、俺。いや、行ったんだけど、あ。これ最初さ、明かりついてなかったよね。なんかいるな。ノックしてみる？え、何？大丈夫ですかって。すごく防音性が高いんだな、この管理人室。これって、開くんかい。いや、いねえし。え、何の音？っていうか、ページ、あ、あ、ちょっと待って、いろいろありすぎる。これ何これ？アパートメモ。新聞に見えるけど、このアパートは取り壊すことができない。取り壊そうと思い業者に電話をしようとするが、なぜか何度かけても繋がらない。それはきっと電話料金を滞納しすぎて、解約されたんじゃないの？母が急に危篤になるが、取り壊すことを諦めると元に戻る。うん。お払いができない。神主にお願いに行くといつも用事で神社にいない。そんなことある？友人に頼んで来てもらうことにすると、道中神主は事故に遭う。え、この書き方からすると結構な人数の神主がやられたって感じですね。多分もう神社からもう断られてるね。お払いしてくださいって言われても、いや、ちょっとすいません。お宅んところはちょっと無理ですってなってるよね、きっと。お札は効果がない。お札をたくさん買い、ちょっと うるさいな。なんだよ。部屋に貼ってみるが、翌日には全て剥がされて床に落ちている。お札を貼ると頭に呪いの文字が浮かび続ける。頭って、あ、自分の頭ってこと？アパートには火がつかない。いや、もうここまで来たらもう末期だろ。何をもってこれ燃やそうとまでしたの？
でもつけられないんだ。アパートは売り続けなければならない。このアパートの住人は長くて1ヶ月しか持たない。1週間。あ、ちょっと待って、この友達の父親母親ってさ、1週間ぐらい家にいるって言ってなかったっけ。だからか、1週間居続けたからやられたんだ。アパートを売ることをやめようと思ったが、何の音。夢にうなされ続け、誰ともわからない奇妙な声に、人を連れてこいと言われる。あ、これ管理人が書いてんだな。じゃあアパートを売らなければ自分だけじゃなく家族や周りの人に被害が被るのは経験上わかる。売りたくはないが売るしかない。今日も一人あの呪いによって、誰かこの地獄をどうにかしてくれ、助けてくれ。え、私がどうにかしなきゃいけないの。なんか食べかけの弁当があるな。あ、ちょっと待って、いろいろ、あ、これお札か、これ。え、剥がれてないじゃん。ちゃんと貼ってあるよ。剥がれてないんですけど。まあいいや。とりあえず、ちょっといろいろ怒り続けててさ。それはちょっと小銭があと20円足んないんだけど。どこだ？まあいいや、とりあえずこれ置いてくるか。いや、もう20円くれよ。何これ。え、出血してますやん。なんだ。ん、扉が開いてんな。なんかいるね、奥に。あれ、奥になんかいるよね。ちょっと待って、視点を。見なかったことにしよう。で、あ、これだ。いろいろ怒りすぎてさ。ちょっと待って、待って。このお友達は、4月4日から日記を書いてるよね。4、5、6、7、8って来てんのか。え、あ、そうか、7枚。ページが7枚ってことはちょうど1週間か。今日は母さんの機嫌が1日中悪かった気がする。朝のおはようもいつもの笑顔じゃなかったし、父さんはと聞くとうるさいって。今までこんなちょっとしたことで怒鳴られたことなんてなかったのに。父さんと喧嘩したのかな。一回だけ母さんから話しかけてきたんだけど、ちょっと待って。これ俺のことひょっとして。幼馴染のあいつって。あいつもう高校生だし、男の家になんて来たくないと思うけど、それも一人暮らしの男の家にさ。え、これ母さんも多分やられてるよね。で、人を呼んでこいってこ、ちょっと待って。うわ、なんか見えてきたな、これ。母さん一人暮らし最初反対してたし、安心したいのかもな。だから近いうちに呼ぶって話したら、母さん笑ってたな。でも、なんかあの笑顔不思議な感じしたな。あ、そうか。目が笑ってなかった。お前さ。いや。それは、いくらなんでも鈍すぎないか？あ、でもそっか。この友達も、もう言ったらいつかこの家に住んでるから、ちょっとおかしくなってきてんのかな。だからこの母さんのこの不気味な感じをスルーしてんのかもしんない。いや、もう完全にさ、こう友達はもうやられたよね、きっと。だから、あとはだから私が生き残れるかどうかだよ。なんか足音がしたんだけど。ちょっと待って、なんか足音がすげえしてる。さて、まあ、とりあえず、
この台を使って多分トイレかな、トイレだと思うんだよね、あの鍵かかって開かない扉って。だトイレの多分ここに、そうだよね、ここに台を置いて天窓から入るってことだよな。で、ああこれか、やばいな、これ6日目の日記だよね。てか小銭ないの。小銭なさげだな。てか、え、私今これ、あ、便器に乗れるんだ。便器乗れますよ、これ。やった。死ぬ前に便器に乗ってみたかったんですよ。さて。ってことは、あと1枚。怪しいのはこの時計かなって気がするんだけど。いや、でも違うか。あれか、自販機か。自販機に最後の1ページがあるんだ。母さんは朝から見なかった。ああ、もうダメだ。もうダメだ。車も置いたままだったけど、どこに行ったんだろう。昨日も様子がおかしかったし、心配だ。今日はミラちゃんと話して超ハッピーなのに、なんだかテンション下がるな。父さんと仲直りして家に帰ったらいいんだけど。そうだ、母さんがあいつが家に来ることを望んでたから、あいつを呼んだら母さんも喜ぶかもしんないな。もうやめてよ、本当に。あいつもなんだか家に来たそうな感じだったし、明日にでも誘おうと思う。あいつ来るかな？来ちゃったね。来ちゃったよ、思惑通り。ってことは、10円見つけて自販機からページを出すってことか。これ怪しいんだけどなぁ。10円、なんか、この辺とかにあったりしない？部屋の中ではないのかな、それか。なんか行った場所でも、こうなんかフラグが立ってさっきみたいに10円が落ちてきたりしてるから、丹念に回ってみないとダメだね。ほらもうこの鏡、この鏡。ちょっとこの家の鏡おかしいよ、やっぱり。ことごとく扉が閉まってる。うわ。やべえ。気が狂うよ、ここ。びっくりした。ちょっと待って。変な効果音出すな。ここ気になる、その、あの穴から見えてた場所だよね、ここ。この部屋って。ここ怪しいんだけどなぁ。どこだろう。結構もう一通り回っただろう。部屋の中はやっぱ見ても何もなかったから。足音がすっげーするんだよな。例えばこの部屋だけガチャって言わなかったんだよな。ここ、そう、ここだけガチャって言わないんだよ。それも気になるんだけど、おばさんの車な、ん？違うか。ちょっと乗っただけか。あ、これおばさんの車とんでもない嫌がらせだよ。乗れるってなんかないの？この辺にこう貼っつけてあるとか。ないのか。
ちょっとすっげえ音が結構怖いね、このゲーム。え？ちょっと待って。なんか、ここ入れる？ひょっとして。ちょっと待ってね。なんかすっごい待ち構えてんだけどさ。入れそうですね。さっきガチャって言わなかった部屋か、ここ。いや、もう行くっきゃねえな、ここ。誰も住んでないじゃん。絶対誰も住んでないじゃん。どうしよう。いや、ちょっと、でもまあ、最後の10円が手に入ったってことは、いよいよ、最後の1枚が、うわ、もうさっきから誰かの歩く音がす、でもこの家にさ、一週間いたらもうダメなんだよね。ってことはもう、絶対ダメじゃん。え？逃がさないよ。あいつには悪いけど、もう帰ろう。後で連絡しとけばいいよね。はい、帰ろ、帰る、帰ります、帰ります、もう、帰ります。よし。帰りましょう。怖えー。やべ、めっちゃ怖え、このゲーム。彼の家を出てからずっと誰かに見られているような気がして何度も振り返った。しかし、何度振り返ってもそこには誰もいなかった。なんだか不気味で、家までは、早かった。次の日学校へ行くと彼はおらず、彼の席は彼がいた痕跡もなかった。え？そんな人は知らない？え？存在ごと消えちゃうってこと？行方不明とかじゃなくって。アパート行ってみたが、アパートがあった場所は、ずっと前から売地だったらしい。全て私の夢だったのだろうか。いやー、いや、舐めてた、舐めてましたよ。いや、めっちゃ怖かったすげえ怖かったこのゲーム。とはいえあれだよね、主人公がまあ生き残ったってことは、まあ、グッドエンドってことだよな。多分あの、祠を、4箇所だっけ？全部お参りせずに、7ページ目を見つけちゃうと、多分、友達と同じ末路を辿るんだろうな。主人公も。まあ、あの、先ほども言いましたが、バッドエンドっていうのかな、バッドエンドの方は、ぜひね、皆さんの目で確かめていただきたいと思います。